はい、NHK をぶっ壊すということで、夜中です。6年、平成6年2024年の10月24日11時10分です。今、兵庫県庁から帰ってきて東京まで帰ってきました。今、リハックのね、生放送11時30分から緊急出演しますので、リハックをご覧いただければと思います。で、まあ、先日かね、ですかね、まあ、大津彩香というですね、本当にもう詐欺師というか、まあ、詐欺師って言っていいでしょうね。まあ、平気で嘘をつく人がいてですね、まあ、リハックの方で、まあ、高橋さんの、リハックの高橋さんがですね、まあ、ある意味詳細に聞いてくれてですね、あれだけを聞いてるので、ただ知らない人が、こう、誤解をすると。要は、黒川が、僕がね、暴力団からお金借りたとかって言って、まあ、吹聴しまったじゃないですかね。知らない人はやっぱり一部信じてしまいますので、まあ、今回、大津彩香がですね、4150万円、ね、返せとか、全部で7000万円の、まあ、内訳が4150万円と、まあ、2000万円とか、そういったところをですね、ちゃんとリハックに入れて、説明していこうと思っています。あとですね、まだ動画がなかなか重くて上がってないんですが、今日ですね、兵庫県知事選挙に立候補、私が立候補するということで、久しぶりの立候補です。まあ、いろいろとね、NHK の例の、ちょっとまあ、あえて言わないんですけども、例のサービスに関して、皆さんご心配いただいている方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、この辺はですね、もう怖がっててもどうしようもできないので、まあ、昨年、東京地検特捜部の方で、そうですね、特捜部の方で、ちゃんと見てもらってですね、取り調べを受けて、不起訴処分になっていますので、この辺のところの経験も踏まえて、立候補していきたいと。で、まあ、斉藤前知事がですね、兵庫県の知事、かなりですね、まあ、メディアが悪いとまでは言わないですけど、一番悪いのは、これもはっきり言いますと、適当な文章、デタラメなね、噂話を集めて、それを内部告発とかって言って、最後、まあ、自殺してるんですが、この、まあ、定年間際のおっさん、局長ね、西張間なんたらかんたら局長ですよね。まあ、この人が、もう結局は、デマをですね、警察や週刊誌なのか、新聞社なのかな、あちこち、まあ、ばらまいて、で嘘がバレると思って自ら命を絶ったと。これね、きつい言い方ですけど、自業自得ですよ、こんなの。でそれでもただね、人がお亡くなりになってるから何か兵庫県知事、前知事が悪いみたいな形になってるようですけども、僕はそういうね、考え方ではありません。やはり悪いことをしてですね、まあ、何も死ぬ必要はないと思いますが、特にね、内部告発という名前を使って、そういう制度を使ってね、本当に、広域通報者方法って言って、内部告発者の、まあ、権利というか、身を守るための法律を悪用した、この、局長ですね、お亡くなりになった局長、僕はこれは許せないと。内部告発をした人間としてちょっと許せないともあってですね、今回は兵庫県知事の方に立候補するということに正式に表明いたしましたので、また10月30日前日から兵庫県の入りまして、しばらくちょっと兵庫県の方にいるかな、選挙運動もやっていきます。またポスターもですね、貼っていきます。ただ今のところ7分の1ぐらい投票所の近くのポスター掲示板だけを貼ろうと思っています。で、また10人ぐらいの候補者を出すことについても、月曜日、12は何とか判断をして火曜日に発表します。ということで、ぜひね、この後のリハックご覧いただければと思います。NHK をぶっ壊す。